改めまして、石塚優でございます。今回、今日から松戸市議会議員選挙告示となりました。私にとっては3度目の松戸市議会議員の選挙となります。市長先の6月の市長選挙も含めますと4度目になります。ただ私自身はまだまだこの松戸市何とかしていかなければならない状況、これについて私の熱意、これは日に日に高まる一方でございます。前回4年前選挙に落ちてからさまざまなことがありました。時には心がくじけるようなことありました。ただただそんな時、私を奮い立たせてくれたのは家族であったり友人であったり、今日この場にいらっしゃってくださっている皆様方お一人お一人です。そしてその皆様方の思いに応えなければならない、そう決めてこの4年間必死に活動をしてまいりました。コロナウイルスありました。なかなか新人には厳しい活動が制限をされる、そういったこともありました。ただただその時にできることを必死に考えてやっていく、それを繰り返してきました。そして7年前、私はこの地域で子ども食堂を始めました。当時まだまだ子どもの貧困といった言葉が新聞に出たばっかりの頃です。ただただ当時私は民生委員をやったり、子ども会だったり、交通安全の見回りだったり、地域の子どもたちと触れ合う機会が非常に多かった。そこで話してみると、実は自分の周りにもそういった貧困で苦しんでいる、家庭環境で苦しんでいる子どもたちが本当に多くいる、その実情を知りました。そこで本当に7年前です、子ども食堂を始めました。当時はまだまだ子ども食堂認知度がなかったので、集客もそうですし、子ども食堂を知ってもらう、そういったところで非常に苦労しました。それでもそれでも何度も何年も活動しているうちに支援者の輪が広がっていって、そして実際私のところに悩み相談に来る子どもたちも増えました。ただただこの現状まだまだなんです。2年前のコロナウイルスでより悪化しました。もともと家庭環境を恵まれなかった方々はより苦しくなっていく、そしてもともとそうでなかった方々もどん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 大変になっていく。この松戸市においては小学校5年生の段階で生活に困っている子ども、例えば給食しか食べられない、学校の部活動で使うようなものが買うことができない、そういった子どもっていうのは小学5年生で 23% もいるんです。さらにこれが中学生になっていくとなんと 25% にもなるんです。4人に1人の子どもが実はそういった生活苦しんでいる子どもたちなんです。ただ今物が豊かになっているので、例えば服装だったりそういったところでは見分けがつきません。島村だったり自由とかそういった安くてしっかりしたものがありますから、なかなかパッと見でこの人大変なのかなっていうのがわからないんです。私が子供の時はクラスでちょっと生活保護している家庭っていうのはパッと見で服装とかで分かったりするんですけども、今はそれが全くわからない。そして自己責任という言葉があります。この自己責任という言葉があるので、各家庭は自分たちの家庭のことは自分たちで解決しなければならない、人に相談しちゃいけないんだ、そういったふうに考えて精神的に参ってしまう親御さんも実は多くいるんです。そういった人たちを一人でも多く救っていきたい、その思いでこのコアラ食堂7年間継続をさせていただきましたが、これ一つの NPO だとか民間でやっていくのは限界があるんですよ。やっぱりそこに行政そして政治の力がなければ解決ができないんです。なので私今回この松戸市議会議員選挙においては、この兵庫大あります子ども若者子どもたち孤立しない松戸市へ掲げさせていただきました。孤立しないというのは経済的なところだけではありません。精神的なところ、地域で相談する人がいない、そういった人たちもなくしていくんです。中には本当に経済的には恵まれていても精神的に苦しんでいる家庭だっているんです。そしてこの問題は子どもや若者だけではないんです。ご高齢の方、ご年配の方々、そして私のように40代、そして30代、さらにはその下20代、全ての世代に当てはまるんです。どんどん貧富の差、このコロナウイルスによって拡大をしていっている、それがまさにこの現状なんです。
先ほども4人に1人が苦しい子どもだといったお話をしましたが、これ実は1人親に限って言うと、半分です。2人に1人が苦しんでいる家庭なんです。そういったところをしっかりと啓発していかなければなりません。静香ゆうはこの問題に全力で全力で取り組んでまいります。選挙戦、私も今回市会議員選挙は3回目です。中には市長選挙も出たんだし大丈夫だよと言ってくれる方もいます。ただ市長選挙と市議会議員選挙は全く別物です。全然大丈夫ではありません。ただもう残された時間というのはこの選挙戦の7日間しかないんです。なので私、体は一つしかありません。ぜひ今日皆様方、お越しになった皆様方におかれましては、ぜひ周りの人に、ご家族、友人、そしてさらにその先にいる人々たちに、石塚優ってこういうことやってんだよ、石塚優っていうのいるんだよと、ぜひ進めてください。選挙戦7日間、今日から始まりまして1週間この松戸市内で私必死に訴えを続けてまいります。どうぞどうぞよろしくお願いいたします。石塚優最終最後まで戦ってまいりますので、ぜひとも皆様方、絶世になるご支援を賜りますよう、お願いを申し上げまして、石塚優の告示日の出陣式のご挨拶とさせていただきました。これから1週間よろしくお願いいたします。